今回ですけれども新ツムが登場しまして、カナヘイがデザインのほっこりミッキーと、ユルットドナルドが登場しております。でスキレベ1の動画を撮ったので、ちょっとねこの後はですね、ガチャ動画となっております。スキレベ1のね動画の方で、スキルの詳細、説明をねさせていただいてますので、どんなスキルなのかっていうのがねすごくわかりやすくなってるんじゃないかなと思いますので、ぜひねそちら見ていただきたいです。で11月17日日曜日、11時ですね、こちらなんですけれども、ミッキーセレボがありますので、皆さんコインの使いすぎにはご注意ください。で自分はライブします。ライブで、デルミがスキルマーなるまで終われません。やろうかなと思います。はい、コインがほぼなくなるんじゃないかなと思うんですけど、頑張ってやっていきたいと思います。ということで、早速やっていきたいんですけれども、はい、一応軽く説明していきましょう。ミッキー&フレンズということで、人気イラストレーターカナヘイがデザインの、ミッキー&フレンズがツムとなって、登場ということで、ほっこりミッキー、ユルットドナルドが登場。ミッキーと一緒に消せる高得点ミニが出るという、新スキルなんですよこれ。で数箇所でまとまって消すっていう、ユルットドナルド、ロナルドなんですけれども、こちらも、ね、新スキルとなっております。はい、そちらの仕様の、説明はね先ほど言った通り、スキレベ1の動画で上げてますので、ぜひご覧ください。ということでガチャを引いていきましょう。プレミアムチケット1枚と、現在ね1128万コインあります。でリストを見ていきましょう。でね、ミッキーの方が確か少なかった、少なかった数、 ほら少ない、低い確率が低いんですね。はい、で新ツムまだスキルマじゃないので、こんな感じです。で自分スキルマじゃない常駐がフラワーとフリンライダー、モアナ、フェアリーゴッドマザー、ジーニー、ピーターパンということで、自分の中ではピーターパンが入ってるのが嬉しいですね。あとジーニーが確かあとちょっとでスキルマだったので、その辺が出てくれると嬉しいけども、ミッキーセレボがあるのでなるべく使いたくないという気持ちですね。今回のローテーションの、低確率のやつってどれだ、ハムか。今回ねハムが登場してますので、ハムはね初心者の方にですねかなり優遇されるツムなので、12体でスキルマンになるので、今回新ツム欲しいっていう方はついでにハムもね、狙ってみるといいかなと思います。で自分は、スキルマンが結構多いので、ミッキーの方が 27.92% で、ドナルドが 32.99% ということで、60% 超えというところになっておりますので、2体に1体は出るはずです。で自分はねちょっとスキレベ4まで上げていきたいと思います。とりあえず、はい、ということで、ピーターパン、ジーニー狙いつつ新ツムを、出てほしいという感じでやっていきたいと思います。そんな感じのスタイルでやっていきたいと思います。では早速一発目、ずっと新ツムでいいんすけどね。チャンデレラチャンデレラでよかった、エンチャンテッドシンデレラ、こいつスキルレベル上げたいんで全然いいかなと思います。OK、ドナルドです。スキルレベル2。ありがとうございます。さあ、次、どんどん行っていきましょう。おーい、ドナルド。ドナルドが確率が高いんですね。しゃあないけど。おー、フェアリーゴッドマザーです。75%。あと5体ですね。さあ、そろそろミッキーをお願いいたします。やべえっす。これはやべえっす。待って、ドナルドが来すぎて、ミッキースキレベ4になる前に、ドナルドがえぐいことになりそうな気がする。ありがとうございます。ピーターパン、ありがとうございます。やった、嬉しい。さあ、そろそろミッキーを。嘘やろ。俺にそんなコインを使わせたいのか。ちょっとミッキー、マジで来てくれ。嘘だろ
嘘だろ嘘だろ嘘だろ嘘だと言ってくれ。この偏りはひどくないか。そろそろお願いしますよ、そろそろ。あー、ありがとうございます。相変わらずミッキーの眉毛キモこれがキモカーというやつなんだろうけど、けれども、いや、ミッキーの可愛さはねあまりわからない。ドナルドはねわかるんですけど、まだちょっとミッキーに関してはね、いやー、やべえな、ドナルドばっかだな。ドナルドも好きレベル4なんで、もうちょっと待って、ミッキー出てくれ。ミッキーお願いします。ミッキーお願いします。ミッキーをお願いいたします。ミッキーをお願いいたします。あ、やった、ピーターパン。ピーターパンはねマジでいい。ピーターパン2体出るってめっちゃよくない？よし、よし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 。そのままレンチャンでミッキーでお願いいたします。お願いいたします。さあ、お願いいたします。ドナルドやめてくれ。ドナルドやめてくれ。いやいや、つらいつらい。ちょっと待って、スキレベ4同士でちょっと動画上げたいと思ってるので、ちょっとね、ドナルド上がんないでほしい。お願いします。いやー、まずいまずいまずい、これはまずいぞ。これは非常にまずい。お願いします。おお、シンデレラ、ありがとうございます。いい、マジでマジで。しかも 28% 上がりってさ、8体じゃないですね、多分7体なんですね、きっと。いやー、まずいな。おし、ミッキー、ありがとうございます。キレベス3で、あと4体手に入れないといけないので、まあ、でも、ミッキーに関しては倍率しか変わらないので、スコア倍率しか。ね。あ、フェアリーコットマーズ、ありがとうございます。あと4体です、キレマーズ。ジーニー全然来ないですね。ピーターパンも結構来てくれたんですけど、ジーニーが来ない。いや、マジでまずいな。マジでまずいぞ。スキル5になってしまう。ちょっとやめて、やめて、お願い、やめて。フェアリーゴッドマザー。フェアリーゴッドマザーもさ、スキルマンになっちゃいそう。あと3体。おー、やっと G に出ました。さあ、あと3体で G にもスキルマです。ちょっと待って、ドナルドじゃなくてミッキーお願いします。ミッキーお願いします。え？エンチャンテッドシンデレラめっちゃ来ない。逆にさ、あのジーニーとかさ、ね、ちょっとオーロラが来ないんだけどさ、自分的にシンデレラが一番欲しい。おー、ありがとうございます。ピーターパン、マジで。3体目。これは嬉しい、これは嬉しい。これは嬉しいけれども、ちょっと待って、1000万は切りたくない。1000万切りたくない。おー、フェアリーゴッドマザーがあと2体でスキルマンになってしまいます。ちょっとお願いしますよ、ちょっとお願いしますよ。ミッキーお願いします。ミッキー、よしよしって言って、あと3体手に入れなきゃいけないでしょ、これつらいな。やべ、これフェアリーゴッドマザースキルマンになるパターンだ。これスキルマンになるパティ工程ですよ、これ。いや、まずい。ドナルドね、スキレベ5に持っていきたくないんですよね。よし、ミッキー。あと2体です。あと2体です。もう一回来ちゃえ、もう一回来ちゃえ、もう一回来ちゃえ。おー、久しぶりです。ダンシングジーニーです。こんばんは。どうもこんばんは。さあ、ミッキーを、あ、やばい。あともう、あと40万しかない。まさかのダンシングジーニー2連続です。さあ、お願いいたします。いや、マッチでドナルドやめて、ドナルドやめて、ドナルドやめて。おお、マジでシンデレラすごい来ますね。オーロラが逆に一体も来てないですね。オーロラが来てない。あとフラワーも一体も来てない。いいんですけど、いやー、まずい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 。
まずい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 。まずい。よし。よし。ありがとうございます。これさ、ちょっと待って、ドナルド引いたら企画が倒れてしまうけど、どうしよう。ま、とりあえず引きますか。いや、マジでミッキーお願いします。ミッキーお願いします。ミッキーお願いします。おお、まさかのオーロラ姫。オーロラと言ったらスキルレベル5です。さあ、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。いやー、お願いします。おお、神引き。ある意味神引き。とりあえずスキルレベル4同士になったので、自分は、とりあえずなん、だってこれあと1体手に入れてたらさ、ね、スキルレベル5に上がってたんで、なんとかセーフでしたね。いや、でも偏りすごかったな、ドナルドの。いや、すごかった。で、まあ、結果から言うと、結果じゃなくて、スコア倍率で言うとですね、まあ、3.2 倍に上がりました。2倍から 3.2 倍に上がりました。はい。まあ、スコア的にはだいぶ上がるんじゃないかなと思います。で、ドナルドに関しては、効果範囲で L サイズになっているんですけども、これはね、ちょっと使ってみないと、いかんせんわかりません。でちなみに、スケルベ1ですと、一括消去をね、まあ、基準で考えると、まあ、18消去ぐらいです。はい。まあ、なんで、スキルレベル4でね、30ぐらいいかないと、まあ、基本弱いというつむに、まあ、分類されてしまうので、まあ、30ぐらいね、いってほしいというところになっております。はい。という感じで、まあ、一応とりあえずね、1000万切ることはなかったので、いや、なんとかセーフかなと思うんですけれども、とりあえず11月17日ね、ミッキーセレボありますので、またこれから、まあ、数日あるのでね、頑張って、コイン稼ぎをしていきたいと思います。はい、ということで、なるべくね、スキレベ4までね、あ、スキレベ4まで上げるのに、なるべくね、節約してコインをね、はい、節約していく、まあ、ガチャ動画となりました。この後ね、スキレベ4の、ミッキーとドナルドのね、動画を上げていきますので、そちらもね、お楽しみにしていてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方お待ちしております。手のひらに降り注ぐ